本日は東広島に来ておるんです。お東広島の運動公園フットサル会場イベントでここ50周年なんですよ。記念すべき式典にリズム呼んでもらったので、でこの新しいコートが、はい、できたね。会場コートはちょっとこんな感じですね。コートめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗なのよ。3面もある、3面あるんですね。こっちもあります。広島の方利用してください。ここでイベントの一環として広島のスクールをやってるティードリームという、はいはいはい、はい、あのもう広島ではもうかなり超有名なスクール、コーチ陣たちとガチフットサル試合です。おお、相手めちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強いってFC リズムの所属してる選手がいるフットサルチームはボコられてます。え、でもそのチームも強いからね。強い、はい、確かに。そう、しっかり負けだからね。よしとどんよ。あ、で、あ、スケッツだな、しれっと、しれっとするスケッツにならないで、未来の中学3年生自己紹介、ライフからスインお誰ですか、誰ですか、声が小さいな、ま、誰か分からない、誰ですか、シナの大久保力です。で、本日 FC リズムのメンバーと大久保ファミリーが入ってやりますちょっと勝ちましょう、ほんまに。今日監督がキーパー大久保優です。いや違います、ということで今日15分2本の予定です。一応頑張りましょう、負けられないです、負けられないです、はい、マジ勝ちましょう。そうそう、こういう広島の記念すべきイベントとかに呼んでもらえるのが嬉しいです。確かにそうだよね、はい、ありがたいですね。いいっすね、グラウンドね、綺麗だね。昨日雨だったらしいんですけど、しっかり晴れて、いいっすね。お見えでしたね、怪我だけですね。頑張ります。相手6人か5人ぐらいですか、だから多分総力戦で勝つ。広島にこういうグラウンドができるっていうのは、そうそう、俺が子供の頃なかった、うんうん、今後こういう感じで増えていくと思ってるんで、広島からもね、あのもっともっと選手が出れるのを期待してます。いいね、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 代表意識変わるな。選手はダサい、それやめ、それやめ、それやめ、みんなじゃない、あなたもやる、同じことやってんね、同じことやってる。まあ今日いっぱい観客、FC リズムの力を見せつけて勝ちましょう。よし、行くぞ。よし、じゃあ負けたらリクのせいで。ベンチメンバー、ベンチメンバー、ベンチメンバー、行きますね。はい、ごめん、出れんな。どうぞ。どんなつけんな。さあ今回のイベントマッチ、しっかりとパスを回しております。まずはティードリーム、さあ西岡幸太郎選手、さあここからサイド村上哲也監督に行き、さあそしてここから村上選手、またボールを回しサイドに、さあゴール前、マロコについて、さあここからはですね、試合中に関しましてもですね、ちょっと選手と話をしながらちょっとトークをね繰り広げていくということなんですけれども、今回この解説席にはこの方が来てくれました。自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、はじめまして、広島 F ルーにもともと在籍しました寺本芳樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なのであのちょっと試合を見ながら寺さんね、ちょっとあのいろいろ話をしていこうかなと思いますけど、はい、よろしくお願いします。今日のティードリームどうですか、なんか今パス回ししながらちょっとボール支配率はね完全に仕上げてきてます。あ、はい、結構ね練習もしてきている感じ。そうですね、練習も合わせながら、はい、おお、今富山選手ですね。やっぱ狙っていけるところはもうシュートを積極的に打っていく、そんな感じですか。そうですね、もう人数少ないんで積極的にシュート打って、はいはい、カウンターだけはちょっと気をつけていきたいなっていうふうに思ってます。いいですね、はい、このねえ、まあ、リゼブさんは結構ねサッカー YouTuber として人気ですけれども、そうですね、フットサルはちょっとなかなかするのがねこうない機会がないっていうふうにさっき言ったんですけど、はい、
どうですかね、合わせていきますかね、これからね。いやもうかなり僕も YouTube 拝見してるんですけど、はい、ソサイチでもやっぱ全国トップレベルだと思うんで、でもかなり能力高いなっていうふうに思ってるんで、フットサルとか関係なく本当今日は楽しめると思います、はい、サッカーとまたでもフットサルってちょっとこう楽しみ方とかプレーの仕方も違いますもんね。そうですね。どんなところが違いますか。いやまずコートが明らかにサッカーに比べて狭いので、ボールのトラップの仕方とかティードリーム の選手見ていただいたら分かるんですけど、やっぱ足の裏を結構使われていてですね、サッカーではなかなか見ないかなっていうところですね。なるほど、そうですね、はい、足の裏とかでなかなか使わないですもんね迷子になった結構ゴール前にプレッシャーかけられてますよ。いや落ち着いてますね、すぐ選手、津田選手。さあ、いや強いですね、めちゃくちゃ。こうする側からするのはなかなかこう前に出しにくいものですか。そうですね、やっぱこう圧力を感じるので、やっぱそこをどうかいくぐるかっていうところは、はい、フットサルの魅力の一つかなというふうに思います。おさあリゼム選手交代しまして、さっきねシュートを打ったのは7番の慶吾選手ですけれども、先ほど YouTube 見てくださいっていうね金村健志郎選手が入場してまいりました。さあプレーの方どうなるか。よくあるんですか。そうですね、まあ、基本マンツーマンかゾーンディフェンスかっていうところで、まあ、ちょっとバスケットボールに近いかなっていうところですね。サッカーに比べてねスピーディーな展開が、ね、ありますからね。そうですね、本当にこうサッカーとは違う部分でいうと、まあ、バスケに近いかなっていうイメージですね、はい。さあ取り返してこのフィードリーブこれそろそろ変わった方がいいかもしれないですねそうですよね、今日チードリームチームはちょっと人数的にもね、はい、少なかったりしますから、明らかに少ないですね、倍ぐらい違うんで。そういうことはフットサルのリーグでいうと20分ハーフ2本ですよね。ああそうですね、はい、今回は、まあ、スペシャルマッチということで15分になりますけれども、はい、これ取り返したぞ、チードリームのシュート入りました。リズムチームを覚えます。両者やっぱ立ち上がりなので、今ちょっと落ち着いて感じになったと思います。感じですね、やっぱりこうリスクを取らずに、やっぱこう前から前からかけていく。わあすごいですね、今ナイスフィジカル、さすが元日本代表フットサル選手。今日は選手として何でもないゲームされたこともありますけれども、めちゃくちゃごついですね。そうですね、体がねやっぱりね、本当に40代と思えないぐらいのコンディションでね、はい、最初に解説入ってくれましたのは B グリーンの寺本選手でございました。草本選手変わった方がいいかもしれないことでちょっとね興奮が戻っていきましたけど、交代して寺本選手を見つけましたね。ぜひリセムチームの方もよかったら、こちらの解説席に来ていただいて一緒に試合を見られてますけど、もし誰かよかったら一緒に話してほしい。ありがとうございます。先ほども、もうね、前半のスタメンから試合出てましたけれども、はいはい、このコートどうですか、新しくなってこう綺麗なフットサルコートでプレーしてます。いやー立ってるだけ気持ちいいですね、はい、立ってるだけで楽しいですけど、相手が上手すぎるやっぱ違いますか。全然動き違いますね。やっぱサッカーとフットサルコートやると全然違います。全然違いますね、もう足で蹴るのだけですね、一緒に、はいはいはい、今ね、それこそ結構ね、リゼムさんの方こう攻められてる感じがありますけれども、はい、いや、やっぱボール取れないですね。あ、そうですか。持ち方とかみんなやっぱめちゃくちゃなんで、やっぱ足の裏で最初トラップしますし、はい、それもサッカーと全然違うところなんで、はい、全然違いますよ。いやでも慶吾選手もね、さっきシュートを打ってましたけど、ちょっと惜しいな、ね、ちょっとあれ惜しかったですね、あれ決めたかったですね。惜しいところでしたね。さあ2点目、早くしていいと思います。さあこれしっかりさあこれでやった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 I'm sorry.
確かにレフェリー今のはファールだよ。確かに落ちてます。今のはファール、今のはファールだ。今のはファール。ただ亀は一応自分のファールしたんだね。いやー間違え。さあ、3人でチャンス。さあ、サイドに渡して。おお、あ、惜しい。硬いなぁ。ゴール前も結構硬いですね。硬いですね。そうなんですよ。レフェリー、違う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 。おー。そうですね、はい、まあ、よく人つけ人ボレーとかね、そういうメジャーなものですね。はい、やろうやろう。さあ、ですね、ボールが当たりました。さあ、そこよく行け。よく人、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 さあ、両方行け。よく人、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 中学3年中学3年生。おぉー、消しまい、消しまい。一緒にボレーも参加するんですか普段？あんまり一緒に蹴ったことないのかな。はい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 。はい、でもまあこれからこれからのストライカーを狙う可能性も十分にあります。楽しみですね。さあ回されてますね。いや本当取れないですよ。あのなんか動きがやっぱ全然そうですね。サイドあったりしてね。お、チャンスさあ。じゃあ、フリー。いやー、ゴールキーパーがない。よくしないで。いいパス。さあ、まだディズム攻撃がね、あのリズム作っていきましょう。いやでも相手多分リズム使えて結構きてますね。そうですね、まあ、前半のうちにね、結構ねこう体力削って後半に差し掛けて、ちょっとタミさんもきつそうするかもしれませんし、さあここで大久保優勝選手が入りました。さあこっからどうストライカーとしてはやっぱりね、得点行きたいですね。やっぱり得点をね、行きたいですよね。ちょっと後ろにポジション取ってたね。そうですね、親子共演もこれ熱いですね。熱いですね、両サイド、はい、ちょっとね、どっかでこうもしかしたら攻めとね、守りが交代する時もあるかもしれないんでね。さあ、大久保選手はね、さっきね、ちょっとこう久しぶりにプレーするかちょっとどうかわかんないですね。いやもう一瞬の光がね、やっぱりね、ストライク。ごめん、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 ごめん。無理違ってね、こう広く使うって言ってもね、こう狭い包丁の中で広く使わないといけないですからね、その辺も難しいところですよね。小松、小松、ちょっと出てきます。ありがとうございます、ありがとうございます。解説、圭吾選手でした。あ、そうなんですね、ありがとうございます。圭吾選手、ありがとうございます。ぜひ、ここからのプレーで見せてください。小松、秋田が選手来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、どうですか、フットサル。もう出られてプレーしました今。そうですね、今出たんですけど、はい、あの、うまいです。うまいですか。チードリンさんはもう、はい、いつもちょっとお世話にはなってるんですけど、フットサルに、はい、やっぱり、はい、基礎技術が半端じゃないっていう、はい、あ、そうですか。すごく感じます。はい、小松選手、いつ頃からフットサルされてるんですか。自分は 3,4 年前ぐらいから本格的にフットサルさせていただいてます。はい、今日はリゼムチームとして参加ですけれども、はい、今日はチームとしてのなんか方針みたいなのあったりするんですか。聞いてますか。いや、もうとにかく、はい、やっぱり即席チームではあるので、はい、こうみんながやりながらどんどんこう馴染んでいくような、はい、感じでみんな考えてるんじゃないかなと思って。そうですね、今こう見てるのもね、はい、あの前半の立ち上がりに比べるとちょっとこうパス回しもねできて、ボールの支配率も高くなってきたかなっていうところもありますよね。そうですね、やっぱりこう皆さん走れるので、能力が高いので、はい、やっぱりこうすぐ慣れてきて今ボールも持て始めたんじゃないかなと思うので、さすがですよね。これから期待です。はい、さあ得点が欲しいところ、現在ティードリームが1点リードしています。リゼム打ってた。あー、なるほど。さあここはシュート狙っていきましたが、しっかりボールを回していきます。大久保選手、ボールを持つサイド。さあなかなかゴールシーンを作ってくれないティードリーム。いいよいいよ。さあリゼムチームね、あのしっかり回していただきながらね、ちょっとぜひ皆さん喋っていただければなというふうに思いますので。
ファールはない。さあ来てくださいました、先生先生、金浦健一郎選手、はい、来ました、ありがとうございます。あとで疲れてるんで、はい、結構もういい気だね、もう上がってますね、二人ともどうですか、二人とも今ねもう出てましたけれどもどうですか、なんか支配率がね今ようやく 6-4 ぐらいになってきたかなっていう感じでございますけれども、もう感覚それよりも9-1ぐらいゴール支配率相手の方が結構高いよね、はい、あそうですか、確かに、うん、やっぱ難しい、はい、取れよな、取れない、そうですね、ちゃんとボール体力的にね、まあ、前半もし 0-1 ぐらいに行けば、いや本当に体力勝負ですね、ここでしっかり相手の体力を減らして、そうで、あの点を取られすぎない、本当に、いや大抵この1失点で、そう1失点でなんとか行って、体力減らして、体力減らしてこっち人数多いんだよ、そうそうそう、ここでやられちゃった、やばいやばい、よし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 、ナイス、でこのレーザービーム、いや惜しくしてんだよな、いやもうケンシ君決めてください、決めようか、はい、まあ、ちょっとアップデートしてきた、ほんとっすか、次出たら多分、いやいけます、いけます、マジで得意のワンタッチシュート、そうやな、お願いしますよ、だんだんやっぱボール持ち始めてますね、はい、彼疲れが見えてきたか、リクだってまだハーハー言ってんもんね、もめちゃくちゃきつかったちょっとスペースないからな、抜いたと思っても次の敵が目の前にいるしな、足の出し方がうまい、本当にそうそうですね、コースにしっかり、ゴールもちっちゃいから言ったらね、足もそんな大きくブロックいかんくてもさ、枠までいかんやん、でもまたボール持たれるとちょっと危ないですよね、本当に結構きつそうですね、結構きつそうだね、これは笑う余裕あるのかな、そうですね、まだね追い込まれてはない感じがねありますけどねけどだいぶきてます、これは次来た、いいじゃないですか、プレッシャー前から、でも積極的にリゼムチームはもう前から積極的にプレッシャーかけてますもんね、そうですね、だからなるべく前で取りたいんで、よっしゃ、さあ指揮さん来てくれました、ありがとうございます、こんにちは。UC リズムの外地キャプテンのしげです。よろしくお願いします。お願いします。しげさん結構ずっと出てくれてましたね。どうですかプレーしてみて。いや、あの、はい、見てわかる通り、はい、全然余裕でした。どこがやねん。打ちきつそうやん。全然余裕やねん。いやでも本当にね、あのこのグラウンドすごいやりやすくて、はい、あの走りやすいし、飛びやすいし、蹴りやすいね、本当にすごいいい環境でプレーしてます、ね、これは嬉しい声ですね、はい、ぜひとも今負けてますけど、はい、あと1点取りたいですね、え本当にこの青いねグラウンドで取り返したっすね、やばい、相手ミス少ないの、ちょっと疲れが出てきてるような気がします、いやもう後半勝負じゃないですか、全然うまい、バカうまい、いやあいつ絶対気づくからスペシャルマッチはね、もしかしたら今日だけしかね、見れないかもしれないですからね、そうですね、バツ出すな、ちっちゃくバツ出すな、ヨシさんだから今までのフットサル大会と違いすぎる、その初めてなんかガチを体験してるそうですよね、いやめっちゃ面白いですよ、勉強になります、私もねもう趣味ついていけなかったら終わりっすね、そうだね、していこう、発生にいやー、いいっすよ、俺もうちょい下に来ると思う、受け入れ矢印抜けろよ、イメージが違った、俺がみ、俺のせいなんだけど、これが Z 世代の悪いところですよ始まったわ、 Z 世代の鉄さんいないからいけるぞって声が
で、そこはですか、今日このグラウンドでやってみて、もう本当新しいね、いや素晴らしいことですね。こういったメンバーでできるっていうのと、はい、僕らもね、こういうイベントで、こういう仲間とね、集まれる場所を作っていただくこと、感謝ですね。テッサンもなんかすごいもう前半から前からプレッシャーいって、攻撃にも積極的に参加してましたね。いや負けれないですからね。やっぱりフットサル前やってきた身としては、はい、負けれないですね、今日の試合。そうですよ、はい。ヒードリームチームはどんなところがやっぱり一番ポイントですか？そうですね、人数は少ないですけど、しっかり走り込んできてるんで、今日のために、はい、そうなんです。さあ、このガチンコ、リセンボール押し込まれてますね、疲れてきたかな、これ。そうですね、先ほどのね、解説でケンシロウ選手も、はい、また入ってるよ、また入ってるよ。さあ、サイドボール、フットサルはね、こう大体僕らも3分、4分ぐらい出たら、心拍数が200超えるぐらいだから。そうなんですね、はい、まあ、ただ交代が自由なんで、はい、その分今日は交代人数が少ないというところですよね。やっぱりモテさんはもうずっとフットサルをねされてきておりますけど、フットサルの魅力を教えてもらってもいいですか？そうですね、今日イベントで習慣言われて、フットサルは5人で、サッカーだったら11人ですけど、フットサルは5人でできるので、はい、まあ少人数で集めてできるってところの魅力と、やはり階段からね、サッカーだったら大体フォワードとディフェンス、まあ、決まってるんですけど、フットサルは全員攻撃全員守備なので、誰もが点が取れるチャンス、ヒーローになれるチャンスがあるというか、はい、あとはまあ攻守の切り替えですね、はい、攻めて、守っての空間繰り返しなんで、すごくスピード感があって臨場感は、おっしゃる魅力でありますね。足元のね、こう上手さとかっていうのは、その子供の時にフットサルやったらすごく上達しますよね。そうですね、ブラジルのネイマールだったりとかはね、幼少期にフットサルやったりとかで、ブラジルは大体そうですね、小学校6年生ぐらいまでフットサルを同じやるっていう感じですね。さあ、リズム、現在ボール保持しております。後半はね、ちょっとね、ボール支配率がちょっと高くなっておりますね。高校生だから強いですね、はい、当たりが強い、よく前出ろ、やばい、よく逆目、これだ、シュート、さあ、これナイスキー、さあ、これを得点を重ねる、さあ、速攻、天使が戻るよ、サイド渡して、いやあれマジ俺じゃない追加で現在2対0、リセブここから追い上げることができるのか。さあ、サイドに渡して、さあ、これ中央、ボール支配率はリセブにするね、今現在後半に差し掛かるのが多いんですけれども、さあ、これ取り返したティードリーム、サイドに出す、先ほど得点をした津田選手、真ん中の三島選手からのこのタックパスは通らない。さあ、ボールをサイド、慶吾選手、さあ、ここのシュート、おっと、これはナイスキーパー、これはコーナーになります。さあ、狙えるところはしっかり狙っていく、コーナーキックはリゼム、おお、しっかり狙っていっておりますが、さあ、ここで陸選手ボールを回して、さあ、サイドには慶吾選手、さあ、なんか切り込めるか、さあ、ここで取り返したティードリーム、行こう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 、サイド三島選手ボールを持ちして、津田選手しっかりスタイルを回していきます。さあ、リゼムチームはマークの受け渡し、さあ、ティードリームどうなるか、さあ、サイドに追い込まれてるか、これプレッシャーになるのか、さあ、プレッシャーだ、素晴らしいゴールキーパー見せてくれました。キーパーにも注目と言っておりましたが、素晴らしいプレーです。さあ、現在ゴールキーパー CA 選手、さあ、リズム現在ディフェンスラインでボールを回しております。5番リク選手、8番のシゲ選手のホットライン、さあ、どう動いていくか、真ん中はケイオ選手、さあ、サイドゲーム、さあ、縦パス、これはワンタッチ、リズムボール、ケイオ、さあ、
さあここで小松選手も入りまして、現在ボールはリゼム、パスを回しております。ボールを取り返したティーより、さあここで先ほど解説を務めてくれました村上哲也選手も入場。それでサイドでボールを回して、さあこれは抜いた、2対2だ。さあサイド3対2になる。コロロブシュートは入らない。放ちましたが、これは速攻リズム。さあワンタッチ、ここが難しい。14番のケンシロウ選手も入っております。さあこれライン割りまして、リゼムボール、リゼム選手交代、上坂選手が入っております。サイドにボールを振る。さあこのパスが入る。さあここからケンシロウ選手狙えるか。1対1のシュート。喜ぶな、そんなもんで。ゴールキックです。さあ前からプレッシャーをかけるリゼム。さあフライがありました、リゼムボール。さあ数的優位、リスタート。そしてディードリーム選手の交代です。三島選手入ります。さあゆっくりハーフコートボールを回しております。村上選手、池谷選手、そして真ん中でキープをしている村上選手、三島選手、右でパスをした富弘選手もヒール。さあこれはフットサル選手ならではなんでしょうか。足元がうまいこのパス回し。さあサイド、富弘、さあつながるか。これはキーパーリゼム、ボールキープしております。池谷選手、さあ真ん中でボールキープ。一度作り直します。さあリズム、新宅選手20番入りまして、編成を変わり、さあサイド、さあこれシュートだか。おー、これはコーナーとなりました。さあ19番ガク選手、サイド、前から行こう。これボール割りまして、ディードリームボールですね。前から行こう。行こう行こう行こう。さあガチンコ対決行われております。現在試合、もっと行こうもっと行こう。ディードリームは2点リード。リズム取り返したいところ。さあ2対2。さあこれはヒル。さあ東京選手からの村上選手に1位2ゴールにキーパーに戻します。サイド、これが終わりまして、リゼンボール。そう、いいの変えた。さあライン終わりました。これ引き続きリゼンボールです。元気出していこう。さあリゼンボからは元気出していこうという、ね、声があります。頼むよ。硬い守備、いいドリーム。さあこれゴールになりました、リゼムボール。さあ真ん中、小松選手。さあこれボール取りまして、いいドリームボールになる。このボールはリゼム。さあ小松選手、こう真ん中キープ。さあ真ん中スカーク選手、ガク選手から小松選手入りました。さあこれはナイスディフェンスだ。追い込まれます。津田選手、さあ津田選手、さあ抜けた、これはゴールだ。アウト、ナイスボタン、ナイスボタン。1対1か。行こうよ、行こうよ、1人。ナイスキーパー高木選手。さあここから1対1、小松選手と津田選手、これ打った。おー、ナイスキーパー。さあ、ケンシロウ選手ボールを収めます。
さあそのうちにティードリームディフェンスにつきます。その間にリーゼム大久保選手が入りました。さあ大久保選手も入っております。そしてリーゼムに引き続き8番のシゲ選手も入り、あティード選手も入った。さあリー選手も入りフルメンバーか。さあここからどうなる。横田選手から吉田選手へのボールパス。さあ上田ボールはゴールキー引き続きあるぞ。あこの連続シュート入らず。リゼーム8番のシゲ選手惜しい。素晴らしい攻撃です。さあ現在 T ドリーム2点リード。さあフライトパスは通らない。英語選手が縦パスを入れる。大久保嘉人選手これはボールを押しシュート。これはキーパーだし、さあストライカーの素晴らしいシュート。ゴールへの嗅覚。さあここからボールをどうするか。大久保嘉人選手サイズとボールを押しまして吉田選手。さあここから平野選手へサイド切り返す。切り込が、さあ1対1だ。これは西野選手取った。さあ1対1これは取り返す。おバチバチしてますサイド。さあ1対1。おあ抜かれました。これはしっかりやりました。行こう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 行さあこのパスが通ってきます。シュート出るか。おこれはあと一本。西島選手から津田選手へのボール一本たまず。さあボールは現在リゼム。高い吉田選手にボールが渡りました。さあこれどう作るのか。8番茂選手慶吾選手ボールが渡りました。一度戻します。シゲ選手サイド大久保選手に入ります。さあ素晴らしいプレーが連続しているシゲ選手。どうするどうするどう連続する。サイド横井選手ゲイゴ選手から吉田選手にボールを渡り立てます。さあこの回さあこの攻撃があるぞ。大久保嘉人選手からのサイド横井選手。さあ立て直す慶吾選手のロングシュート。これはゴールキーパーナイスキーパーリードメガ速攻。さあフットサルはこれがあります。2対2のこのシュートは入らず。キーパーは高垣結衣選手でございます。さあ8番シゲ選手ボールキープ。さあ緑地選手まずはディフェンスでボールを持っております。リズム5番のリク選手入っております。さあサイドには吉田選手ボールを持つ。さあここリク選手のシュート。これはナイスキーパー。両チームがナイスキーパー。ボールは引き続き攻撃はリズム。さあ一度戻した緑地選手から吉田選手ボールが行き、これはあれっ親子でも容赦ありません。行け行け。さあ行け行け。一度ボールを戻しまして村上選手も入っております。ディードリーボールを回す。早くのプレッシャー吉田選手素晴らしい。さあここはディードリーボールさあリズム現在ボール保持はシゲ選手。さあここは緑地選手へボールが渡りました。さあ1対1か1対1か1対1か。さあシゲ選手から現在リク選手にボールが渡り緑地選手ここでうわーナ
愛すべき選手ちょっと立て直します。中口選手前に送って大久保選手のキープキープボールキープ。さあこれはファールはない、ファールありません。ティードリームボール、さあ三田選手から三島選手に渡りしっかりと作っております。得点追加することができるか、3点目を狙っておりますティードリーム。さあゴール前しっかり回しております。富広選手、さあこれは勝った。大久保選手1対1か1対1か、これはゴールキーパーナイス、まさかのエースストライカー1対1。さあまだあるぞ、さあゴールシーンが来た、さあこれはゴール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 。よっしゃよっしゃ、チェンジさあ試合終了素晴らしい試合見せてくれた両チームの大きな拍手を送りください。強すぎたでも楽しかったっすね。やっぱり広島のね、そうね、活動してる人たちと、うんうん、こういう広島の方たちが集まってこういうイベントができてね、素晴らしかったです本当に。違うわ、これをね FC リズムの公式戦に生かしたいと思います。そうだこれでも大事ですよ、本当本当本当、いい勉強だったこの辺で終わります。よし、お疲れ様でした。